むむむむむむむ、きた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 。アイビー様、今晩のおかずは唐揚げじゃ。そう。反応が薄いの。アイビー様は唐揚げが好きではないと見える。そんなことないわ、別に普通よ。ならばなぜそんな怪訝な顔をしているのじゃ。花月のその予知能力よく当たるわよね。くだらないものしか予知できないようだけど、的中率は今のところ100発100中。その通りじゃ。褒めてくれてよいぞ。いいえ、得体が知れない能力で不気味だわ。